ルロケン、ケイシンは広瀬すず、スラダン、桜木は、案外リアル、ジャンプ主人公の身長を比べてみた。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ファンタジー世界の住人である漫画のキャラクターだが、近年では公式ファンブックなどで身長や体重の詳細設定が明かされることも多い。ファンはそれを知ることで、よりリアルに彼らの存在を感じ、親近感を抱きやすくなる。そこで今回は、ジャンプの男性主人公の身長を比較してみようと思う。砂漠足を震え上がらせた伝説の人斬り、日村剣心、藍月信弘氏による、流浪に剣心、明治剣客ロマンタン、の日村剣心は、幕末時代、人斬り抜刀時と恐れられた長州派の維新志士だ。明治になってからは不殺、殺さずを誓い、目の前の弱者を守るためだけに剣を振るようになったが、速さを最大限に活かすことで多数の敵を一瞬で仕留める殺人剣、飛び天三剣流の圧倒的強さは健在だ。そんな剣心は、作中では頻繁に小柄だと指摘されている。剣心秘伝、原点流浪に剣心、明治剣客ロマンタン、ジャンプコミックスデラックスによると、彼の身長は158センチ。現代の女性の平均身長くらいで、芸能人だと広瀬すず、吉岡里帆と同じだ。ちなみに実写映画で剣心を演じた佐藤健の身長は170センチ。文部科学省の統計によると、明治時代の男性の平均身長はだいたい160センチ程度、現代は170センチ程度だそうだ。剣心も佐藤健もおおむね平均値なので、現代の感覚に置き換えるなら、実写のイメージはぴったりなのかもしれない。とはいえ、戦術した飛び天三剣流の特性を考えれば、小柄な身体で素晴しっこく動き回る方がしっくりくる気もする。剣心の師匠である日いにしえ清十郎は189センチあるが、大柄な師匠の飛び天三剣流に、なんか違うと感じるのは筆者だけだろうか。まだまだだね、小生意気なスーパールーキー、越前龍馬、この三好氏による、テニスの王子様の越前龍馬は、青春学園中等部の1年生にしてテニス部のスーパールーキーだ。先ほどの剣心と同様に作中では、おちびさんと揶揄されるが、その小柄な身体からは想像もつかないような必殺技の数々を繰り出す。テニスの王子様 40.5 マイナス公式ファンブック、ジャンプコミックスによると、龍馬の身長は 152.5 センチ。152センチの橋本環奈。本人のツイッター申告、153センチの杉咲花と、同程度の身長には女性の名前が挙がる。13歳男子の平均身長は156センチくらいなので、やはり龍馬は少し小柄なようだ。ただ、この時期の男子は1年で平均8から9センチほど身長が伸びることもあるので、彼が一般的な成長を遂げると仮定すれば、1年後にルロケン、剣心を抜くことになる。何にせよ。現状152センチの身体であの硬いテニスボールを真っ二つに割るほどのパワーが出せるのだから、驚異的だと言えるだろう。家族のため剣を振るうお兄ちゃん、かまど炭治郎、2023年4月から、刀鍛冶の里編のテレビ放送がスタートする予定の、我峠くよはれ氏の、鬼滅の母。主人公のかまど炭治郎は、人食い鬼と戦う鬼殺隊の一員として、人を守るため、また鬼に変えられた妹を人間に戻すために剣を振るう少年だ。鬼滅の刃、公式ファンブック、鬼殺隊剣文録、ジャンプコミックスによると、炭治郎の身長は、鬼殺隊の最終選別時、15歳で165センチ。高橋大輔やバカリズム、女性だと広瀬アリスと並ぶ。大正時代の平均身長を調べると161センチくらいなので、炭治郎は少し高いくらい。現代の感覚なら174から5センチといったところか。また13歳だった物語開始時は岡村隆史と同じ156センチで、同年代の手に振り、龍馬より少し高い。炭治郎が2年で9センチ伸びたことを考えると、やはりこの時期の男子の成長はあっという間だ。流行語にもなった、水の呼吸から繰り出される技の数々は、アニメでの浮世絵を思わせるグラフィックが美しく、見る者の多くを虜にした。4月から始まるアニメの新シーズンが待ちきれない。ジョーダンを超える脅威のバスケットマン、桜木花道、映画、ザ・ファースト・スラムダンクが絶賛公開中の、井上雄彦氏による、
スラムダンク。意中の女性に気に入られるために湘北高校バスケ部に入部した桜木花道は、高い身長と常人離れした身体能力の持ち主だ。その特性を生かしてバスケ初心者ながらチームに貢献し、自身もバスケットマンとして成長していく。作中で桜木が身長を測るシーンでは、入学時の188センチから189センチに伸びていることがわかる。これまで紹介した中で一番小柄な、手に振り、龍馬と比べると、桜木はざっくり図2つ分くらい高い。芸能人だと東出昌大や阿部寛と、やはり背の高いイメージを持つ名前が挙がる。また先ほど少し話題に上った、ルロケンヒ・イニシエ聖十郎も189センチだった。阿部寛が桜木と同じようにフリースローラインから飛んでリングに届くかと言ったら、まず無理だろう、イメージはできるが。実際にフリースローラインからダンクを決めたマイケル・ジョーダンも198センチあるから、いかに桜木の身体能力がズバ抜けているかがわかる。こうしてジャンプ主人公たちの身長を比べてみると、案外リアルでイメージしやすいものだ。さすがに桜木花道は大きいし、阿部寛が桜木と比べイニシエ聖十郎と同じ身長だというのも、個人的にはじわじわ来るけども、下月20日。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。